オンジャスどうもサオでございます。今回もスカーレットとバイオレットのお話をしていきます。今回は何の話？ポケットモンスターのんですね、うのマークのお話をしていきます。でこれうのマーク何なのってなる人もいると思うのでちょっとずつ解説していくんですけれども、まあ、非常にわかりやすいのがポケットモンスター XY からですねのロゴを見ていきましょう。まず XY ですね、こちら DNA のマークになっています。つまりこれメガ進化の示唆だったってわけですね。で次がポケットモンスター SM、こちらは Z 技の Z クリスタルなのでクリスタルがポケモンのうに現れています。そして次が、ポケットモンスター剣盾ですね、まあ、こちらに関してはリーグですね。でこのリーグにはガラル粒子を使ったダイマックスが行われていました。剣盾だけ前の2作とはちょっと異なる表現の仕方なので、まあ、ここで結構分かりづらくはなるんですけれども、ジムチャレンジだったりバトルがかなり盛んな地域っていうところでその特性が出ていたっていうイメージになります。つまりこのポケットモンスターのうのマークには一番大きな秘密があると言っても過言です。伝説とかいるしそれは過言だわ。まあ、なんですけれどもポケットモンスターのこのうのマークにはまあ新要素ですね、バトル中の何かしらの強化っていうものが今作バージョンで表現されているのかなって思います。現状どういうものになりそうなの？それがちょっと分かりにくいのでまずはメガ進化、これはポケモンのさらなる進化です。まあステータスの強化ですかね。まあ一部のポケモンのステータス、見た目の強化ですね。次がサンムーン、技の強化です。そして剣盾では技と姿の強化、まあ統合された形になりますね。その代わりターン数が絞られるっていうイメージになります。なのでこれらどれとも被らず、そして何かド派手な演出をしなきゃいけないんですね。つまり何？全然わかりません。ではこのロゴのマークをちゃんと見ていきましょう。これ星にも見えるんですけど、今作のテーマって、まあ、スカーレット、バイオレット、つまり可視光ですね、光の両端、これは人間の目の尺度でしかないんですけど、今回のテーマは太陽だったり夜の光、だったりがモチーフになってるんじゃないかっていうのはね、前回の動画で話しました。ここら辺よくわかんないよっていう人は前回の動画見てみてください。というわけで今回は光に関連した能力が上がってきます。でね、非常に簡単な話で、ガラルだとガラル粒子が充満していたから、じゃあこれを使ってバトルに生かそう、ダイマックス、アローラだったら自然エネルギーがいっぱいあったよ。この自然エネルギーは輝く石と対応してて、そっから自然エネルギーを使ってポケモンの技を強化できるよっていう感じで、その土地にある豊富なエネルギーを使ってポケモンを強化するっていう部分は今回変わりないと思うんですよ。で PV の中でめちゃめちゃ出てきたのが光なんですね。つまりこれって何かしらの石ですよね。いつも通り絶対石っていうものが今まで出てきてるので、 Z クリスタルだったりメガストーンだったり願い星だったりって考えると、これちょっとした宝石に見えますよね。宝石が光を浴びてる姿に見えてきませんか？これは生放送でもあったんですけど、蓄光なんじゃないか。この緑とか青のこの中間色みたいなものって結構光を蓄える蓄光の色にも見えますよねっていう話なんですよね。蓄光って何？マジカル蓄光ですよ。こういう色のなんか靴だったり見たことありません？まあ、僕はナイキのジョーダンのアフターグローっていうね、靴持ってるんですけど、まあ、こんな感じの色ですね。まあ、光を蓄える技術なんじゃないかって話になってきますよね。で、それもそのはず、スペインって結構この再生可能エネルギーだったり、まあ、自然のエネルギーだったりをね、使うことが盛んなんですけど、この PV の中にもソーラー発電だったり、風力発電だったり、光を蓄えること盛んに行われているっぽいんですよね。ここまで整理するとこの能力ってチャージ系になるんじゃないかっていう話ですね。そしてもう一つ挙げるんであれば、光の簡単な性質として屈折及び反射みたいな話もあるんで、このチャージを防御に生かすか攻撃に生かすかみたいな感じでチャージの性能が変わるみたいなものになってくるんじゃないかなって思います。ちなみにスペインの太陽光発電って結構面白くて、まあ今太陽光って言っちゃったんですけど、まあ日本で言うなら太陽光をそのまま電気に変えるみたいな太陽光発電っていうものがあるんですけど、まあスペインだとですね、鏡とかレンズとかで太陽の熱そのものを集めることでお水を沸かして、その蒸気で太陽熱発電っていうものをしています。
この熱の発電だと天候もそうなんですけれども、まあ夜間でも発電できるんですね。まあそういう施設を使えばなんですけど、まあそういったところで昼夜でも取り入れられているものなんですね。まあだからそこに戦闘的な駆け引きを入れると、技の使用のチェンジだったり、力技、早技がテストだったと考えると、技の使用を変化させるのか、まあ、光の特性である反射、屈折反射を利用して防御にも使ったりするのか、チャージにもいろいろとターン数があって、まあ、1ターン貯めたものより10ターン貯めたものの方が性能が高いよね、みたいな感じにすればバトル内の駆け引きも生まれるんじゃないかって感じですね。バトルが始まった1ターン目に大技をぶちかますことはできないよ、みたいな、そういうシステムだと今までの世代とは被らずに戦闘の駆け引きが生まれるんじゃないかなっていう感じにもなってきます。まあ具体的なものではないので、まあここらが今のところ話せる限界なのかなって思います。まあもちろんこの話一つも合ってない可能性がね、4500万%ありますので注意してください。情報がほぼないからって適当なこと言いやがって。はい、というわけでこっからちょっとおまけなんですけど、まあ、ちょうどね時間余ったんで、今回の動画で話そうかなって思いました。でこのロゴなんですけど、なんかもう一つあって、これはあの深い意味で捉えないでほしいんですけど、まあ、編集するとき保存するじゃないですか。公式がつけたロゴの名前なんですけど、メインソードロゴ0102みたいな感じで、でブリブリくんだとロゴブリリアントダイヤモンドシャイニングパールって感じですね。サンムーンがロゴ3なんですけど、スカーレットって、まあ、ロゴスカーレットとかになりそうじゃないですか。で今回保存した時にですね、これヒーローって出るんですよ。これどういうことなんですかね。なんかのそのプログラミングとかの用語で使ってるのか、ヒーローの話なんですかね今回。アメコミな海外のポケモンで何かしらをヒーローって呼んでるんですかね普通に。まあ、ちょっとわからないですが、まあこれがね、例えばね、主人公の画像にね、この名前がついてればわかるんですけど、タイトルにヒーロー A、ヒーロー B って書いてあるのがちょっとようわからんところなんですよね。まあこれもいつかはわかるのかもしれません。さあ今回のバトル中の強化要素どういうものになるでしょうか。皆さんもコメントに書いてみてください。それではご視聴ありがとうございました。今回、チャンネル登録をするとですね、メガ進化が返ってくる可能性がですね 0% 上がります。ぜひともチャンネル登録してみてください。それではご視聴ありがとうございました。それでは残念ですがさようなら。